シュラマル。みずきさん、こんにちは。ちょっと相談があるんだけど、いいですか？あれ、ララさんって、ななちゃんのママさんだよね。はい、グループラインでみずきさんを見つけちゃったんです。だから連絡しちゃいました。そう、私に何か用？みずきさんって旅行が好きですよね。いろいろ行ってるって。そうだけど。よかった。高級な温泉旅行に招待するので一緒に行ってください。え、ララさんと？はい、他にも七瀬さんとかまゆみさんとかも誘う予定です。私、ママ友と旅行するって憧れてたんですよね。でも旅行の経験があまりないから、詳しい人と一緒がいいなって。招待ね。そう、招待なところがポイントですよ。みずきさんたちは1円も払わなくていいんですから。なんでそうなるの？しかも高級な温泉旅行なんだよね。そうです、いいところを見つけたのでそこに行きたいなって思って。しかも一泊だと結構バタバタで疲れちゃうと思うので、なんと2泊3日どうです？行きたくなりましたよね。ね、行きましょう。ごめん、お断りするわ。え、ちょっと待ってくださいよ。無料で高級なホテルに泊まれるんですよ。もしかして交通費のこと考えたりしてます？交通費も無料ですから心配しないでくださいよ。いやさ、はっきり言って私とララさん、泊まりの旅行に行くほど親しいわけじゃないよね。それにララさん、金銭トラブルが多いって聞くよ。そんな人がおごりで高級ホテルってちょっと無理だわ。そんな、ねえ、お願いしますよ。ねえってば。ほら、私手にあざがあるでしょ。寒いとここが痛むんですよ。だから温泉でゆっくりしたいの。ね、ねえ。もういいかな。私この間こけてからちょっと腰が痛いのよ。そろそろスマホ置いて寝転がりたいんだけど。もう待ってくださいよ。それにね、今回は招待だけど、私がお金払うわけじゃないんですってば。じゃあ誰が払うのよ。私はララさんとの旅行にはお金払わないわよ。うちの母親がお金を払ってくれるの。ララさんのお母さんが？そう、実はね、うちの母親相続とかしてめちゃくちゃお金持ってるみたいで。へえ。もう父もずっと前に亡くなってるし、今は修羅橋で一人暮らしなんです。お茶とか教えてて元から裕福だったのに、今回リゾートホテルの会員権とかも相続したんですよ。ん？それって修羅コート？温泉のある？そうそう、そこですよ。やっぱり水木さんって詳しいんですね。あのさ、ララさんの旧姓ってなんだっけ？生田ですよ。生田ララでした。そうね、リゾートホテルで超豪華な休日を過ごしましょうよ。水木さんと私含めて8人で、7人分のママ友分も私の母親が出すから。やっぱりお断り。なんでそんなの絶対におかしいです。そう言われてもお断りなものはお断りだから。それじゃダメですよ。絶対に参加ですからね。私の名前は水木。漬物会社で働く、旅行が趣味の兼業主婦です。ララさんは嫌なタイプのドケチママさんだから普段は交流してないよ。最近だと食材の配達とかネットスーパーを利用する人も多いんだけど、見つかると何が届いたの？お裾分けちょうだいとうるさいんだって。お茶とかランチに参加したがるけど、会計も払わないで逃げようとしたり、とてもじゃないけどこういう人と旅行なんてごめんだよね。それに気になることもあるし、でもこの人本当にしつこくてさ、諦めないんだよ。私たちは忙しいんだっての。みずきさん、ねえ、なんでみんな来ないんですか？私駅で待ってるのに。ねえってば、今日ここで待ち合わせだって言いましたよね。まだトキコさんしか来てないんですけど。私たち全員行かないって断ったよね。旅行なら勝手に一人で行けば。ねえ、そんな冷たいこと言わないでくださいよ。ほら、駅で待ってるから行きましょうって。無理、しつこい。ねえってば。1時間後。ゆかりさん、こっちは全て OK ですよ。引っ越しの荷物全部載せました。あとは七瀬さん運転でそちらに向かいますね。みずきさん、ありがとうね。本当にこんなことに協力してもらって申し訳ないわ。それにうちの子のことも。まったく、あの子ったら何を言ってるのかしら。
ララが迷惑をかけてしまって本当にごめんなさい。ゆかりさんは何一つ悪くないです。まったくね。ママ友7人を高級ホテルに招待、温泉も入れるし全部タダ、交通費も全て払うし1円も払わなくていいなんて。私は恩返しに来たんです。え？ゆかりさんって以前は修羅橋に住んでましたよね。大きな運動場のある。そうね、運動場の目の前の家に住んでいたわ。でもどうして水木さんが知っているの？私小学生だった頃にゆかりさんに会ってるんですよ。うちは姉が運動神経抜群で、あの日私は大会の応援に行ってたんです。でも家族とはぐれちゃってどこに行ったらいいのかわからなくて、とりあえず入り口まで戻ってみたら大きな体育館が目に入ったんです。それが子供の私にはすごく大きくて、怖くて寂しくて大泣きしちゃったんですよ、運動場の前で。もしかして水木さん、あの時の子供なの？覚えててくれたんですね。ララさんから話を聞いて私いろいろと思い出したんです。当時優しそうな女性が私に声をかけてくれて、両親を探してくれて、家の名前が生田さんっていうのと、お茶をやっていること、そしてその時修羅コートのパンフレットみたいなのがお家にあったこと。まあまあ、旅行サークルで知り合ったお嬢さんがあの時の子だったなんて。すみませんでした、あの時お礼にも伺わないで。あの時すっごく怖くて、その日ぐっすり寝たら忘れていたんです。小さい子はね、怖いことがあるとそういうことあるのよね。それにね、水木さんのご両親が改めてお礼に来てくれたのよ。え、そうなんですか？ええ、お菓子やお野菜を持ってきてくださって、今もたまに連絡を取り合ったりするの。知らなかった。そうよね、私もどうしてお母様と知り合ったのかすっかり忘れていたわ。そんな昔の話なのに思い出してくれてありがとう。いえ、とんでもないです。そして私を救い出してくれてありがとう。ララさんから話を聞いて、あれ、なんか引っかかるなって思ってさ、ようやく思い出したよ。それに以前聞いていた話も知人の特徴に当てはまっていてね、同じ旅行サークルに入ってるゆかりさんじゃないのって思ったんだ。でサークルの LINE から連絡して2人で会ったんだけど、旅行の正体のことなんて何も聞かされてないって驚いていたよ。多分別荘みたいにいつでも使えるものだと勘違いしてるんじゃないかってさ。ララさんの金銭トラブルの話なんかもしたんだけど、こっちも驚く話を聞かされたよ。というのも、ララさんはゆかりさんにとって夫の不倫相手が産んだ娘だったんだ。別にゆかりさんが引き取ったわけじゃないから母親ってわけでもないの。なのにあれしろこれしろ、もうひどい状況が数年続いていてね。それでララさんから逃げたいという話を聞かされ、協力することにしたのさ。水木さん、これどういうこと？家に行ったら鍵が使えないの。それに庭から入ってみたら中がすっからかんになってるのよ。近所の人が言うには、複数の女性たちが手伝って引っ越し作業をしてたって。へえ。しらばっくれないで。容姿の特徴が水木さんたちに当てはまってたの。まさかうちの母親に何かしたの？相続の話をしたから財産でも狙ってるんじゃないでしょうね。それはララさんの方でしょ。はあ？あのさ、ララさんはゆかりさんのことを母親って言ってたけど、二人に親子関係はないでしょ？そんなの関係ない。だってあの女はお父さんと結婚したんでしょ？じゃあ私も娘みたいなもんじゃんよ。なら私にだって財産をもらう権利がある、お金を出してもらう権利がある。いや、ゆかりさんの財産はゆかりさんの財産でしょ。あのさ、当然だけどゆかりさんと亡くなった旦那さん、それからララさんのお母さん、この3人の関係は分かってるんだよね。本当の両親は幸せなカップルだったのに、あの女が横取りしたのよ。それは事実と違うでしょ。はあ？旦那さんの不倫相手がララさんのお母さんだったよね。でも本当に愛し合ってるのはうちの両親の方だったの。お母さんはね、ずっとお父さんのことが好きだったの。でも告白できなかった。それを分かっていたくせに、あの女がお父さんと結婚したのよ。ずるい女。よく女の敵は女って言うけどさ、これでゆかりさんが悪いって話になるの？ちゃんと告白しなかったお母さんにも責任はあるでしょ。当然不倫したお父さんにも。いいのよ。だって二
二人の愛情は本物だったんだから。割り込んできたのはあの女の方。私の両親を邪魔したんだから、その分私に貢いでもらわないと。そんなに憎んでる女性を母親だって言うの？はあ？それはあいつの財産を奪ってやるためだから。だとしてもそこまで憎んでいる人を私だったら母とは言えないかな。ララさんだって本当は分かってるんじゃないの？ゆかりさんは悪くないんだって。うるさい。じゃあ私の母親が悪いっていうの？不倫した私の両親は悪者で、そこから生まれた私も悪いの？ララさんが悪いとは思わないよ。でもゆかりさんにしていることは悪いよね。お金をよこせって家にまで行って大騒ぎしてさ。そんなことない。ゆかりさんもう嫌なんだって、ララさんに会うの。え？どういうこと？ララさんは憎い不倫相手の娘だよね。でも夫の血を引く唯一の娘でもある。だからやっぱり特別だし大切にしたかったんだってさ。でもさ、ララさんいくらなんでも甘えすぎだよ。わがまま言って聞いてくれなきゃ暴れて、ゆかりさんすっかり痩せちゃってさ。違う、私は悪くない。自分がそう思うなら勝手に思ってりゃいいよ。でも私はずるいと思う。自分に向き合ってくれたゆかりさんをいつまで傷つけるの？もう自分だって母親になったじゃない。だって私はだんだんとひどくなっていったララさんから逃げるため、ゆかりさんは遠いとこに引っ越していったんだ。今はウサギを飼いながらマンションで一人穏やかに過ごしているの。ララさんの方が落ち込んじゃって引きこもり状態だよ。ララさんの実の母親はあちこちに男を作ったりたかりを繰り返すような人。そんな母親に育てられたララさんはいろいろと苦労もしたみたい。ゆかりさんに対してひどいことを言ってたけど、本当は素直に甘えたかったんじゃないかな。私がゆかりさんに助けてもらった時、同い年くらいの子供を見かけたの。私とゆかりさんが手をつないでいるのを見て泣きそうになっていた女の子。手に大きな怪我をしていたあの子、ララさんだったんだなって最近気づいたよ。人間って難しい。数字みたいに、はいこれって分かりやすい答えがあるわけじゃないんだもの。サブサブ。さて、今日の晩ご飯おでんにするか鍋にするか、答えが出せるかな。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。